三個二一ワン。私はプロフェッショナルです。博士。彼はメカニコ。整備担当です。私はこの素晴らしい機械を発明しました。だから断食です。だからおゲットするから、だからゲッティと呼んでいます。お、すごい。マジで綺麗。初めて見た。初めて見た。何言ってるんだ。死に死ぬたんでしょ。あ、そうだった。動かしてみましょう。これを使ってテソロを探します。どうぞ。テソロ？何それ？ソロは日本語でお宝です。ああ、デモンストレーションしましょう。分かった。あれ博士、壊れちゃった。え、何？バッテリーチェックして。あ、これ博士、問題があります。バッテリー切れ。え、何ですか？充電が必要。リオシネ中力学救心体を取り出せ。 OK。 取り出した。この取りじゃないよ。バッテリー出して。あ、待ってね。どうぞ。この通りだ。これ充電します。充電して。充電のやり方ちゃんと見てください。見ます。ほっ、これやって。すごい。早くして、早くして。早っ。はい。お、もう壊れちゃった。おー、惜しい。もっと油田が必要。君も手伝って。誰？君も手伝って。バモス、二人で頑張りましょう。ディアボレじゃなくてバテリーで。知って、それは秘密だよ。バモス、もっと早く。 OK。メカニコ、シー、スタモス、シー、バモス、せーの。はっ、充電化しましょう。充電ができたと思う。はい、チェックしてください。うわー、おー、やったー。大成功。エクソロ、エオロ。まず紹介するのは
もちろん私のガールフレンドエリア・エスミア・ボー。うん、もらった。さて、他のメンバーを紹介します。あちらから占い棒担当ウルパロ・マヒコ、宝のチーズ担当カルトグラ、ナビゲーション担当ピロト、すでに皆さんご存知の天才博士プロフェソー、あのチームコースターアイアングルも開発したよ。そして整備担当メカニコ、私です。どう見ても完璧なチームでしょ。さて、いい人材も大切だけど、今日は特別幸運なラッキーデイ。今日はまさしくラッキーデイ、ラッキーデイ、何かいいことを起こりそう。まずは有名なラ・クエバ・デル・テソル、その名の通り宝の洞窟。スペイン人なら誰でも知ってる観光スポットよ。今回は出番なしか。今日は最新技術にかけよう。バマロス、デル・テソル、デル・ボロ、いざ行け。宝物、バーバロス、レッツゴー、レッツゴー。
からじゃなく紙切れ1枚。なんだ、がっかりさせるなよ。ほら、なんか書いてあるぞ。謎かけだ。北のとんがりの地でお椀の鳴り物を探すべし。なに、謎かけ。これはお宝探しクイズみたいだけど、みんなボスについていこう。オートラベース大移動。さあ目指せ北のとんがりの地へ。ババロス。やりたくない。めんどくさい。やりたくない。
させて、我らは完璧なチームのはず。そうよ。そして今日はリアデスウェルテイラッキーデイだったら、全員で一緒にバイベルがスウェルテイラッキーダンスをするしかない。Oh, that's nice.
私のガールフレンド、エリア・エスピアモール、ウラダイボナント、ウンパラマティゴ、タカラキズナント、カルトグラファー、ナビゲーションナント、ロッピラド、天才博士ブラフェサル、エビナント、メカニゴ、そしてタカラ見ていただきありがとうございました。